回はローソンのメガチーズパンですね。こちらを食べていきたいと思います。これすごい重量感ですね。こちら切っていきたいと思いますよ。表面一度、チーズは少ないですからね、表面しかない感じですけど、どうですかね。あ、もう中にもこっちも入るからですかね。チーズですね。とりあえずいただきます。うん、あ、でもチーズの方がいいですね、これ。ちょっとこの辺りがっかりしたんですけど、いいんじゃないですかね。うん、いや、すごい食べ応えですね、これ。かなりいいですよ。カロリーも774キロカロリーなんで、結構ありますね。うん。いや、これ1個でかなり満足できますよ。うん、チーズも複数種類乗ってるんで、それがまた結構いいですね。まあでもこの辺りちょっと残念ですね。チーズが少ないんでですね。うん、どうしても結構チーズが偏ってしまってますね。この辺りちょっと残念ですよね。うん、食べ方はちょっと気をつけないと虚無のファンになっちゃいますね、これ。うん、まあ、横よりは全体的にチーズを乗せてほしいですね、これ。かなり偏ってますからね。うん、この辺はチーズが多いからいいんですけどね。うん、いいんじゃないですかね。
いや、結構チーズもしっとりしててですね、いいんですよね。うん、意外とやっぱりいけるもんですね。チーズも何種類かあるんで、それでもう、うん、いけますね。これで1種類のチーズだったら合ってたかもしれないですね。というところで、今回このローソンのメガチーズパンをいただきました。ご視聴ありがとうございました。